のクラブアルヘジア。こんばんは、クラブパルフェジア始まります。まず1曲目、高尾彩香でセカンドシングル出しまして、こちらの方から合言葉をお届けします。パルフェジア、イエーイ、この番組は毎週多彩なアーティストをゲストにお迎えして、笑顔をハンドメイドしようという番組です。でもですね、素敵な歌はもちろん、そして楽しいコーナーもご用意しておりますので、お時間の許す限り、ゆっくりしていってもらえたらなと思います。よろしくお願いします。パルフェジアですね、第2週火曜日 MC 担当させていただきます、シンガーソングライター高尾彩香です。よろしくお願いします。はい、ペリンちゃん、はい、服がどうかして顔近くなえそんな背景となんか色が同じ本当だ、やばい、これはやばいな、どうした、気づかなかった本当だ、なんか私だけ大丈夫かな、なんかそういう今日は首からでしか、ここからここから白ですね、今日二人はね、まさかの結びましたね、完璧に危ない、そして本日のゲストですね、
まず私のお隣からですね、はい、ギター弾き語りシンガーソングライターのかさねさんです。どうも、はじめまして、かさねです。お願いします。はい、番組初登場ですね。初ですね。初ですね、うん、どうしていいかわかんないです。元気にやってください。はい、お願いします。お願いします。そして同じく番組初登場ですね、もうなんか何かがどうなってかなんですけど、ピアノ弾き語りシンガーソングライターのチョメパンダさんです。イエーイ。私なんだろう。サル。サルで。そうですね。じゃあもう今日は完璧に。はい。重ねざる。重ねざる。それではですね、まず重ねさんから、はい、はい、簡単な自己紹介をしていただけたらなと思います。はい。はい。どうも、はじめまして、シンガーソングライター重ねと言います。二十歳でございます。埼玉県和光出身の新座在住、埼玉県民です。主に、ですね、都内で活動しております。弾き語り自体は今年の5月から始めてまだまだ半年でありますが、頑張って日々歌っております。今日よろしくお願いします。よくイトーヨーカドー行ってます。あ、行ってますか。私もご利用してます。はい、若いと声がつい出ちゃいました。すいません。はい、それではチョメパンダさん、はい、はい、お願いします。皆様、はじめまして。笑顔と平和とパンダを愛するシンガーソングライター、チョメパンダと申します。ですね、緊張してますよ。今日はね、本当、初めて出演させていただいております。普段はまあ、私も都内を中心にですね、ラジオライブやライブ活動させていただいております。ぜひ変な名前なんて言わないで覚えていただけたら嬉しいです。今日はよろしくお願いいたします。なんかちゃんと呼べない。ちょめちょめ、大丈夫放送禁止用の。はい、ちょっと出ちゃう。今日のこのあだ名的な感じをちょっと、はい、だからいいじゃん、キリンサルパンダ。名前が出てこない。一切名前出てこないで。動物園でいいんですか。今日はパルネジア動物園で、ね、動物園でお送りします。じゃあキリンとパンダとサルで。じゃあそんな感じで、もうちょっとしたら多分桃太郎が来るかも。あ、似合うね。きびだんごもらえますね。だってきび、和歌山からきびだんご持ってくる。あれ、岡山でしょ。岡山。そうか。和歌山が。梅干し。和歌山の梅干し。梅干しですね。それではですね、まず、ライブをですね、お届けしたいと思います。はい。はい、お届けをしたいんですが、かさねさんから。じゃあかさねさんじゃない、サルさんから。ついついね、ついつい言っちゃいますけど。 OK です。これはチラッと言ってます。はい、チラッと、シュルッと、もう真ん中通ってる。はい、大丈夫です。かさねさんって今声援が入りましたけど、タイムラインの方。はい、今日はですね、11月11日ということで、1が4つ並ぶということで、皆さんね、今フライングしましたけども、パンダさんがですね、フライングをしましたけれども、中西敬三の誕生日だったね。中西敬三さんが雨歌ってる方ですか。いや、違うかな。違う方だな。違う方の。ウーマンとか、なんかそういうのだよね。でも、なんとかあの辺の、あの辺の方。なんとかこうしに行く。あの辺の方ですね。ということで、なんか今日ポッキーの日ということで、ポッキーとプリンですね。ということなんだ。中西敬三ですね。はい。あれ。まあ、この辺りにですね、ちょっとこう餌がですね、いっぱい。動物園だ。動物園は
ぜひぜひね、会場にここにね、あの、はい、観覧に来る方の笹を持ってきてくれる。あ、笹を。そうですね。笹を。大丈夫です。笹一回もらってましたよね。そう、いただいたことがあるんです。本当に本当にいただいたけど。いただいたけど。食べ。食べたかはご想像にお任せします。はい、お任せするそうです。たくあんの日でもあるみたいで。なんでたくあんなんですかね。あと私ちょっと気になったのは立ち飲みの日っていう。あ、多分4人立ってる感じなんですか。ああ、そういうことですね。確かに。じゃあ、これからそんなにお客さん4人いないと立ち飲みの日。確かにそうですね。そうか、そういう意味だ。はい、はい、はい、用意ができたようなので、はい、ではサルさんにですね。サルことは重ねてます。はい、そうですね。はい、カザヌさんにお送りしていただきましょう。よろしくお願いします。お願いします。光へ。したかったな。
とうございます。パンダさん、パンダさん、ご用意をお願いします。新鮮だな。次はパンダさん。昔こういうなんか家族対抗歌合戦みたいなのありました。パンダチーム。次はパンダチーム。すごい声広がりますね。どこまでも行っちゃいそうな。どこもシュワーって行っちゃいそうな。すごい人間、あのアースがすごいかかとビリ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 本当に、本当に電流通ってるからね、ずっとチクチクしてる。すごい後ろチクチクするなってずっとこっちばっか気になっちゃって今日一本謎のアースを入れてるんでノイズが走っちゃうんですよ。はい、ちょっとエレアコなんですけど、あの壊れちゃって、外付けのピックアップなんですけど、それで、すぐなんか、ノイズがビリビリそのためにアースをしてました。もうなんか大丈夫。あ、もう落ち着いてる。落ち着いてますね。さっきまでなんかこう。はい、はい、それでは、パンダさんに、パンダさんにですね、お送りしてもらいます。よろしくお願いします。
顔でいられますように、君が幸せでありますように。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。チョミさんが、ね、歌ってたら歌ってどんどん立ち顔見なくなってます。あ、それだってそれでいいんでしょ、ファンドが。そうですね、あ、あ、違う違う、恒例です。中身出た、中身出た、失礼いたしました。ということで、ありがとうございました。そしてですね、今週の番組プレゼント番組プレゼントはですね、まず、毎度おなじみのこちらクラブパルフェジアのステッカーです。4枚のステッカー、これ、あの、もらった方はぜひね、どこかに宣伝していただけたら嬉しいですね。怒られるとこに貼んないでください。あ、はい、怒られるからダメみたいな。こっちにくれるんですよ。そうですね、そうですね。そこはちょっと落とし入れるなら最高のグッズです。ひどい。そして振りじゃないからね。本当に本当にダメです。そしてこちらですね、トゥルーカラーアルバム、あ、ズですね。トゥルーカラーズ、アルバムボリューム1、こちらの CD、をプレゼントですね。こちらは10月3日から全国流通されている、田代千恵里さん、そしてロトレトロさん、 Q さん、3組によるスピリット CD ということで、3組ですよね。3組の9曲入ってます。9曲でなんと1080円ということで、安い。こちらの方もプレゼントに入っております。そして松澤春奈さんのサイン入りのステッカーは、なんとこれはもう応募するしかないですね。すべて買い取りました。あ、買い取った、すごい。それはすごい独占プレゼントです。独占すごい。そしてインチキマンション、こちらが、宴さん提供のインチキマンションということで、こちらお笑いの CD ということで、宴さんの在庫が尽きるまで提供してもらうぜひあの、はい、こちらの方として、こちらの CD、 そしてステッカーが2枚、そして、本日ご出演されているあのですね、書いていただくスケッチブック、そして最後にですね、皆さんで撮る集合写真にサインを添えて、プレゼントいたします。そしてプレゼント方法なんですが、もう出しました、あ、今日入る、はい、結構長めなんですけれども、スタッフの屋根裏さんがですね、応募用のハッシュタグを出していただいておりまして、ちょっと、うん、はい、ありがとうございます。今週のハッシュタグはですね、今週はゲストにパンダと猿を迎え MC キリンでお届けしつつ、桃太郎は来るのかな、来るのか来ないのか、以下読み替えてお楽しみください。みんなの名前が連続で入ってるっていう。はい。めちゃめパンダ。希望入れると切れちゃうんですよ。はい。名前が入っておりますので。これ結構長いんですけども。多分ここでもうすでに切れてると思う。本当びっくりマーク。本当。あ、でももうなんかこう、ハッシュタグつけてくださってる方いらっしゃいますね。早い。動物園の写真がね、手に入るっていうことで、サイン入りの。
あ、ね、そう貴重な、貴重な回になるんですか。貴重な、ね、はい。あ、そうか、今日動物のフレーム入れればいい、入れればいいんですか。あ、それ檻に入ってるから檻に入ってるからそれいいですね。はい、このハッシュタグをつけるか、それかもしくはリツイートしていただいて、そうですね、今皆さんやってます、はい、いただくと、はい、それで応募OK ということで、あとあれかな、ハッシュタグつけるとき半角スペース入れてもらうと、はい、ちゃんと、あ、頭に、そうですね、うん、何かあのコメントと一緒に入れるときには、はい、あの半角スペース入れていただく、全角じゃなくて半角、はい、半角を入れていただけたら一番簡単なのはリツイートが簡単、はい、リツイートで、じゃあ多分長すぎてコメント入れるとあの見えるってこと、一瞬で終わりますねきっとなのでぜひ皆さん応募してください。はい、はい、ということでですねこちらパルフェジアカルタ読み札募集しております。こちらもそれはまた転換の時で大丈夫ですかね。はい、ということで、こちらはですね、もうこの持ち込み企画、もう行っちゃうんだ、まだ行かないですまだ行かないですね。今週はだってあの、ね、初出演の方なんで、ね、ちょっと根掘り葉掘り聞いてみて、はい、いつからいつ人間になれるのかどうか、いつ人間になれるのか、あと半年後ぐらい半年後ぐらいじゃあパンダ様が半年後ぐらい、私はむしろパンダを目指して今進化してるらしいです。進化中、まだ今間の、だからたまに中身が出ちゃう不完全なんですね。そうでございますさっきなんか質問が入ってました。その格好で来たんですかみたいな。その格好で来たよね。この格好で来ました。あの、ま、上に1枚あの人間の皮を、コートと呼ばれるものを、カモフラージュ隠しつつ着てきましたよ。人側のコートで。逆にやばくない？怖い。捕まってしまいそう。パンダが例えばさ牛が起きてくるとかさなるほどある意味怖いよ。トマカなんだよ多分あの気性は荒いと思う危ない爪がねパンダに慣れるようにですね。じゃあ、はい、いつものコーナー行きましょうか。いつものはい、はい、はい、トークテーマ、トークテーマ、はい、ありまして、皆さんの活動をしたきっかけを教えてほしいなと思うんですけど、まずサルさんから、じゃあサルさん、サルちゃん、私かサルちゃんからじゃあ私、はい、きっかけか、はい、そうですね、きっかけは主に私のお母さんが、うん、あのずっと民謡を歌っていて、うん、NHK でしばらくトイチーサってグループでずっと歌ってたんですけど、まあ私お兄ちゃん7個か8個ぐらい上の兄ちゃんが生まれて、でまあ辞めちゃったっていう、辞めたというかそういう現役でやるのを辞めたそうで、その血なのか、あのなんだろう、生まれてしばらくしたらその民謡をなんかお母さんに習わされてて、しばらくすごい嫌だったんですけど、でなんだけど劇団に入ったりとか、なんか楽しいことが好き でわーってやってたら、なんか歌がなんか好きだなっていう、なんだろう、すごいその時すごい曖昧で、何言ってんだろ今すごいごちゃになっちゃった。でも極論というか、はでもそうだな、なんか自分を見てほしくて始めたっていうのがきっかけかもしれないですね。はい、最初からギターなの？いや、最初はあの高校卒業したのが3年前なんですけど、社会人になってバンド1年間だけやってたんですよ、ロックバンド。その時は1ヶ月間だけギターをやったんです、エレキギターを。でも結局なんかピンの方がいいよっていう風に言われて、そこからずっとボーカルだけでやってたんですけど、バンドはなくなっちゃって自然消滅してしまって、去年まあ、そのなんか CD を出す出さないみたいなことがあって、そこからじゃあソロでっていう形 でその間はカラオケだったり、そのサポートでやってもらったりってことをしてて、でなんか一人でもそのなんか頼ってばっかだなってすごい思っちゃって、で一人でもステージでなんかちゃんと歌えたらいいなと思って、今年5月から始めました。一番誕生したのは
そうなんだ、今年5月から、人前で歌うようにというか、はい、そうなんですよ。しっかりしますね。いやいやいや、みんな何を教えますか。私たちの頃にそんなこと全然考えてない。私もでも結構皆さん見てると路上してる人とかかっこいいなって思って、弾き語りの人とかめちゃめちゃかっこいいじゃないですか。なんかもううわーってかけながら、まあ、別にその私的ななんかいいなっていうのがその。オッケー、オッケー、ほら、来た。モモタロウ、モモタロウ登場。モモタロウ登場。こんばんは。じゃあそのままそっちで。あとじゃあ梅団子持ってきた。ありがとうございます。梅団子。梅団子。梅。今日ね、梅団子。動物シリーズなので。そうなんです。はい。動物シリーズ。それを、何？それに団子をあげて、鬼ヶ島に行ってもらおうと思って、今、桃太郎町だった。桃太郎来た。ちょっとずつ把握していきます。すいません。はい。あのちょっと呼び名だけ、キリン、サル、パンダの。え？キリン、サル、はい、おかしいよね、仲間の種類が。桃太郎出てこない。新しい平成の。新しい平成の。平成の桃太郎ですね。キリンさんと、はい、サルです。サルさんと、パンダです。パンダ見てわかる。そうですね。全然戦えそうじゃない。猿役に立ちますきっと。猿やね。鬼とじゃれ合うみたいな。いやだから桃太郎一人戦うだけですよ、そこ。見守ってますね、じゃあ。仲間いらへん。じゃあ、はい、どんな感じでございますか。今、はい、きっかけを聞いてて、サルさんが、サルこと重ねです。今年の5月から本格的に弾き語り。弾き語りでっていう感じで。今年から。はい。どっちかそっち。そうそうそう。あ、そうだね。これごめんなさいね。ごめんなさいね、段取り書いちゃってね。はい。桃太郎来たーって言ってますみんな。桃太郎。こんばんは、皆さんこんばんは。申し訳ないです。ありがとうございます。今年から始められたんですか。はい、ちゃんと人前でっていうのは今年5月で、うん、もう5月の頭に東北行こうって決めてたんですよ、うん、車で一周してきたんですけど、で路上しようってことで、もうなんか自分を追い込んで、もう武者修行じゃないんですけど、東北であの車でとりあえず新潟行って。僕は新潟。そうなんですよ、新潟からとりあえず行って、うん、で秋田行って、山形はちょっと飛んじゃったんですけど、青森行って、福島行ってみたいな、ぐるーっと行って、はい、車で時計回りに。そうなんです。それだけ回ったのは仙台は行ってないの。仙台も行きました、行きました。あ、行ったんだ。仙台も行ってって感じ。牛タン食べて、食べて福岡、福島、どっちだっけ。福島行って、九州。そっから飛行機かな。ピンポイント福島行ってって感じで、本当車でブーンって運転してっていう感じで、その後5月の後半に関西で路上って感じで、なんかどこだっけ、大阪、奈良、京都、兵庫って感じで、なんか行って帰って行って帰って、いきなり全国ツアーすごいな。でも本当そこだけなんですけど、そのおかげでなんかマシに歌うのマシになってっていう。各所で路上されたわけですか。はい、そうですね。もうこの時期に、もう僕最近の話。本当つい最近です。もう全然。上の方なんかやったら、はい、どうです？雪なんかもう降ってるとこは。あ、でも今年の5月とかだったので、全然もう。まだ暖かかったんですかね。まだ暖かかったです。人も暖かくて。そうか、暑いよ、夏やもんな。はい。そうなんです。結構運転でお一人で行かれたんですか。一応連れで一人、東北は友達とかスタッフじゃないんですけど、旅も兼ねて一緒に行って、関西はもうがっつりアーティストの人といたので、1日8時間以上とか普通に、運転しながら。あ、関西はもう電車で乗り継いでって感じなんですけど、バスで行ってっていう。なるほどなるほど、はい、もうどっかに拠点を決めて、でも行って帰って行って帰ってみたいな。はい、やりました。なんかその聞いたかもしれんけど、その路上ライブそんだけいろんなところでやったのっていうきっかけになった。わあ、もう1月から今年の4月まで初めて主演舞台やらせてもらったんですよ。でも全部なんかやらないって感じでやらせていただいてて、その間本当にライブをできなかったので、それを取り戻すっていうのも兼ねて、
で、あとはちょっと旅行きたいっていうのもずっと思ってて、なるほど、まあ両方ね、はい、じゃあ歌いに行くかってことで、とりあえず知らない土地へ行ってみよう。はい、秋田とか本当いなくて人が、ね、どこで歌うかもね、まだ分からない状態で、そうなんです、とりあえず首都っていうんですか、一番大きい駅に、あ、違うか、首都は備えてない、なんて言うんですか、国じゃないから、県庁所在地、決まってしてる方、県庁所在地、所在地に、とりあえず行けばいるだろうってことで、でもそういうことですよね、はい、首都巡り、首都巡り、自分の中ではその大きいとこ行けばいるだろうみたいな、ね、それぐらいのことを思ってないといけないですね、ギターのほうで歌ったろうっていうのは、なかなか勇気のいることだと思いますか、はい、ギターも本当に、機材も全部なかったので、うんうん、アンプがクレイトっていう、知ってる人知ってるんですけど、うん、結構普通に買った3、4万ぐらいするんですけど、うん、中古で結構いい状態をヤフオクで7000円で落として、うん、今日弾いてるギターもハードオフで8000円で買って、もろもろ全部もうハードオフとかもうブワーって買い集めてっていう感じで、そうなんですそうなんですそうなんです、あ、ピックアップはじゃあ後からつけは、関西路上中壊れちゃって、うんうん、外付けのピックアップその日買ってっていう、もともとエアコンで使われてたよ、はい、なるほど、なかなかちょっと中古品が来ないところがねやっぱありますからね、はい、そんな感じですなるほど、面白い話が聞けました、ね、ありがとう、はい、すごいよ、でいきなりワンマンやっちゃうんですよ、そうなの、それもノリなんですよ、すごいよ、はい、舞台のっていうのはその役者さんとしてっていうことですか、わもうなんていうんですかね、歌い手として参加してる役者、もう一応本当は歌も含めてだったんですけど、うん、まあ、話の流れとか内容だったりとかで、うん、結局もう演技するだけっていうことで、うん、でも、うん、やってる役自体はアーティストの役で、はい、あ、やらせてもらってっていう、今後は、今後は どこをメインもう歌うたりは、もうほとんどもう歌で、あ、役者は機会があったらぐらいで、自分からはもういいかなと、はい、お父さんにお前特徴ねえなってすごい言われてあんたの娘やそう、あんたの娘だったと思いながらそのやった時のセリフ1個言ってください、あ、セリフ、最後のセリフなんですけど、なんだっけシチュエーションはどんな、シチュエーションは一番最後はこれから私が、あ、そうだ、セリフがですね、思い出しますね、うん、出てこないぞ、これからは私の番だみたいな、うん、なんかこれから自分は自分の時代だみたいな、自分がこれからみんなのために頑張っていくぞみたいな、このことしか出てこない、はい、今のもセリフやったり、もう一回編集しやすくこれから私が頑張っていく番だ、はい、おなんの何のセリフじゃんって感じですよねちょっと恥ずかしいけど何のセリフ言ってんのお得意の方なるほどなるほど、きっかけチョメパンダさん、はい、もう聞かれたんですか、きっかけ、まだです、まだ今から、まだ、いつから白黒になり始めたのか、そうそうですね、今日だけなのか違うのかから、マジで生まれた時からすごい、パンダだっつったら Facebook でパンダダメですって言われたんだよね、そうなんですよ、 Facebook をチョメパンダでやっていたら、うん、まさかのチョメは良かった、チョメは良くてもパンダはダメだと、どこがダメだったんでしょうね、どっちもダメだったんでしょうけど、きっとそうでしょう、チョメパンダっていうのはチョメが苗字なんですか、ね、でもさ、前チョメパンダじゃなかったよ、ね、そうなんですよ、去年、うん、音楽始めた時はチョメで、うんうん、あれ、パンダ浅い全然後付け、分かった浅 い実はでも、チョメ時代からさっき歌わせていただいたんですけど、チョメパンダの歌っていう曲があったりはして、うんうんうん、パンダは好きだったんですよ、で、で意外とチョメさんって多いんですよ、知ってますか、知ってますか、チョメさんじゃないけどチョメなんたらさんとかはなんか聞いたことある、結構チョメって多くて、チョメで検索しても私なんか絶対に引っかからないんですけど、うん、チョメパンダと色怖いな、一つ一つ加えたらね、そうですね、で、
まあ、気づいたら今年からですね、今年の初めにチョメパンダに改名を、しました。ちっちゃな、でもなんか改名しても別に元からチョメパンダだったじゃんみたいな、あんまり皆さんすんなり、すんなり受け入れてくださって。でも普段からもパンダな感じなんですか？そうですね、冬仕様なんですよ、これは。夏は割合と普通ですよ。あの、全然、ね、白黒じゃない、カットされてる。まあ、限定ですね。そう、夏はビキニの、なんか、白黒で。なるほど。で、どういったような音楽を始めたきっかけっていう感じで。きっかけはですね、いや、なんか、うすうす感づかれてる方もいらっしゃるかと思うんですけど、私は喋るのがちょっと苦手で、人前に立つこともすごく苦手だったんですよ。てか今も結構苦手なんですけど、そういうふうには全然見えない。写真見てかね、逆にあってそう。でも止めちゃう絵だけど、でもすごくやっぱり自分の中で伝えたい思いとかがあって、それを言葉にするのがでもすごく下手くそだったんで、音楽に乗せてならこう伝えることができるんじゃないかなと思って、そうですね、曲を作ったのが最初で、でももう人前で歌うことなんかも絶対できないと思っていたので、そう、最初は本当だから本当作詞家さんになりたかったんですよね、でも最初いきなりカバーとかじゃなくて、いきなり曲を作ったもんね。そうですね、私逆にだから今も路上ライブでもライブでもカバー曲は全然歌ってないんですね。やっぱ自分の曲を伝えたいっていうのがあれなんで、そうですね、だから正直歌もまだまだ自分はこう苦手というかなんですけど、とにかくやっぱりそれは自分で作ったからには歌いたいっていうところから、そうですね、ステージにね、そこから立つとすごい恥ずかしいっていう気持ちがあったっていう、やっぱりそれで自分、そんな自分を変えたいっていう気持ちもあったりとか、いろいろなものが積み重なり、あ、自分での思いは自分で歌って自分で届けるのが一番きっと伝えられるんだろうなって思って始めたのがきっかけですか。きっかけです。はい。なるほど。先に作っちゃうか。それも珍しいですよね。そうなんですかね。うん、かと思います。聞く大体の人はやっぱりこう歌いたいから始まりますよね。ほんで人の曲を歌ってるうちに何か書いてみたいっていうふうに流れて、今はね、聞いてみると歌うよりも先に作りたいってこと。そうですね。こっちが先ですか。アーティストっていう。もうパンダっていう感じが見られる。唯一今日あの動物名が入ってる人そのまんまアーティスト名が、そうそうそう、なんでその桃太郎的な感じやったの。俺はまだ未だにちょっとハテナ、ハッシュタグを作る上で、まとめやすくするためにそういう風な流れにわざとした感はありますね。わかりました、わかりました、はい、僕もうすうすじゃないかなじゃないかなっていう、恥ずかしいからそれ以上言いません。恥ずかしめてよ、たまにはスタッフをたまにはあげてるよ、向こうばっかりしてくるから。今日はそういうからくりでした。そういうからくりでしたか。はい、わかりました。どうしましょう。じゃあ行きましょうか、持ち込み、はい、持ってきてくれてるんですか今日も。はい、ありがとうございます。じゃあタイトルコールの方。はい、川彩香のお絵描きコーナー、イエーイ。お絵描きコーナー、はい、お絵描きコーナーということで、こちらはですね、私がですね、絵を描くのが下手ということで、皆さんに描いてもらって勉強しようという、私の絵を向上させようっていう勝手なコーナーなんですけど、うまいこと最初からハードル下げて逃げてるでしょ、ね、今までの MC の中で一番うまいかもしれない逃げ方が。そっちそっちか。なんかさらっとうまい絵とか描いちゃうタイプの。いやいや、いや、激しいんだけど、この子とんでもない絵描くんだ。激しいんだけども、ほら自分が下手でとかみんなに教えてもらうっていう逃げから始まってる。今までね、お絵描きっていうのを何回かやったけど、大体の人はね、自分は上手い的なノリやったんですよ。でも今日のお題はもうあれじゃない、とりあえずキリン
サルパンダはとりあえず書かなきゃいけない。そうですね。桃太郎が連れている3匹を。あ、そうですね。それをじゃあ1枚の絵に。一番レミっていうことで、じゃあ、うん、戦ってるのでもいいし、うん、あの向かってるのでもいいし、引き連れてるので、それともさ、4人とも倒れてる破れて戦ってやられた、やられたでいい、逆に難しいおー、掃除もそれではまず行きましょうか、はい、桃太郎さんの、キリン、え、3、4、4匹じゃなくて全部で4、3匹と1匹じゃなくて1匹だったら4匹じゃあお絵描きさせていただきます、皆さんね、OK です、はい、4匹かけ、4匹じゃないもうかけ多いんですよね、はい、難しい、キリンだろう、え、どうしよう大体アーティストさんは2つに分かれるんですよね、うん、こう自分なりのこうなんていうんですかね、個性の絵、あ、個性的な絵を皆さん描かれるので激しいやつと、あーっていうのと、あー、確かに私あーだと思いますじゃあ今日も画伯が誕生するんでしょうかね、そうです、前回画伯がいや、チョメポンタ上手いの分かってるからフフフフとか言ってそうなんよ、パンダってどう描くか分かんないですけど、横見て、横見て描くわよ、カンニングしてください、あ、違う、横の姿をあ、そうか、カンニングしようじゃない、なんかこういうのマジマジと描いたらほんま自分ってこう恥ずかしいね、恥ずかしいですね、案外自分の力を思い知るね、キリンって尻尾長かったっけ、あ、ちょっと長いですよね、きっと薄やで、え長くなかった、お団子みたいな尻尾じゃなかった、いや、そんなはずは、多分ヘビの尻尾じゃないかな、こうヘビになってる、え、うん、あ、そうそこそこ、いや、パンダわ、それはパンダの白い部分と黒い部分とかね、だか間違えると変になるよ、パンダは丸をこう描けばいいの、タイヤ描けばいい、タイヤ、そうあ、でもなんか柄をつけたらそれなりになんかなんかカビ入れるみたいな気がカビキレンかけない、割と結構でもメジャーな動物しか今日いないから、うん、集中させてもらいますからね、皆さん無言が続いておりますから、ちょっと集中させていただきます、なんか難しい、ね、動物はいないから、うん、桃太郎も割と簡単だもんね、うんうん、ハチマキ桃太郎って書いてとりあえず桃太郎になるから桃書いとけ、そうそうそう、ただ桃がうまく書けるかどうかだけどねリンゴじゃねとかね、真剣に書いたんです喋んなくて、俺猿はめちゃくちゃいいかもしれへん、さっきあの BGM で、うん、かさねさんの世界を激しかったですよ、そうなんですよ、そうなんですよ、激しい感じ、激しい感じでしたね、ファーストとセカンド基本、あ、早く仕事とかさせても面白かった、ね、何か、県庁なんでしたか、県庁、県庁省じゃ一致、はい、ありがとうございます難しくないですか県庁所在地、口大きかければ大丈夫ですね、県庁所在地、県庁所在、キャリーパミュパミュ、キャリーパミュパミュかわいい、かわいい、かわいい、サル、サル、桃太郎、あれパンダの輪郭ってなかなか難しいね色もつけちゃおうかな、なんかピンクのパンダ描きそうな勢いだ、いや、それちょっと、あ、桃太郎かあれ、そうだよ、ああなるほどね、ここの色合い間違った途端にもう違う生き物になる、違う生き物そうだよ、そうだよ、こういうことだよね、今現在、まあ、あと俺は一人を描くのみです、皆さんいいペースですか、私はもう描けましたよ、マジか、色つけてますよ、とか
なんかね、桃太郎あれだから、キリンちゃんはちゃんとあのキリン描かなきゃダメなんだよ。キリンだよ。あの、手足が短い。あれはデフォルトだから、ね。さあ、もうそろそろ。もうやばい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 。これ何秒なんだ ?15 秒。15秒です。こんなカウントダウンが流れると。いやー。終わりー。おー、ちゃんと使えた。はい。これだって 4つはもう難しいわ。じゃあ、お待たせいたしました、みんな。猿から行こうか。猿から見せていただきましょうか。いいですか？はい、行きます。じゃあ、せーの。ドバン！おー、すごい。おー、まとまってるわ。もうちょっと上に上げて。あ、顔の横の上。かわいい。そうそうそう。あれ？それなりじゃないですか？それなり、よかった、よかった。すごい。いいのかな？これはちょっとクオリティ高いんじゃないですか？いいのかな？でも、パンダがちょっと憎たらしいから。ちょっと憎たらしいから。なんか、迷いました、すごい。迷ったけどこれみたいな。あとやっぱキリンの足が短すぎる。これは原点ポイント。いや、違う違う。でもさ、この何さ、いわゆる三等身だか二等身だかのシリーズ的には、うん、あーね、ね。そっちで攻めてる感じがある。そう、この流れではありなわけじゃない。そっちに逃げちゃう、ね、逃げちゃった、そっちのね。もう言いてるんですよ、女の子かわいい絵描くよパターンで攻めてるから言いてるわけですよ。これはもう、じゃあパンダさんはもうガチのところを見せていただきたいと思うんですけども、いけてますか？本当に笑いどころないですよ、これは。本当ですか？私、私ももう真剣でやってますから、これは、はい、いいですか？じゃあ、3、2、1、ダン！おー、かわいいよね。何これ、かわいい。かわいい。そういうキーホルダー売ってるよ。売ってますよね。売ってる売ってる。セリフたださ、そう、なんか絵本の1ページ。桃太郎ふざけすぎじゃん。かぶってる。かぶってる。すごい。でもさ、これはこれであれ、ね、見えるじゃん。やったー。やったー。うわー、これはレベル高すぎるでしょ。やっぱりもう、ここはもう僕は先に行かせていただきたいと思います。主役は後に。結構ガチで書いて、ちょっと最後桃太郎は時間なくなっちゃったけど、せーの、ドン！あれ、なんでしょう？うまくなる？てか、キリンがガン通してえ、パンダすごい本格的な。パンダ一緒？パンダめっちゃ本格、あ、猿もすごい本格的な。すごいなんか、ね、こうなの。桃太郎すごい睨みつけてますね。桃太郎は小学生の女の子を描きそうな感じ。桃太郎ね、桃太郎時間なくなっちゃったら、もうあと15秒って言われたから。あ、でもなんか上手くなって、普通に上手ですね。どうでしょう、はい、すごい。こんなもんでしょ。じゃあ、さあ、じゃあ期待の、これは高いな。はい、私のですね、はい、描いた桃太郎と3匹いきます。せーの、じゃん。キリンの声、キリンの声、キリンの声。桃太郎、1本しか入ってない。これさ、桃太郎は何持ってんの？いや、てかパンダひどい。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 パンダひどいって言ったよ。パンダひどいですね。パンダもひどいけど、その桃太郎はダメだよ。波平みたいな。小僧じゃないですか、なんか。ちょんまげを、その、ちょんまげを。ちょんまげを。なかったんですけど。なんだ、ねえ。何を持ってるの？これが旗で、うん、これがきびだんごです。包丁に見えた。包丁に見えた。狩りに、鬼を狩りに。包丁に見えた。で、相変わらずのキリンですね。これキリンですね。え、それ鹿じゃないのね。角っぽいもん。鹿じゃない。バンゴ。ここにちゃんとあるんです。これね。リモコンとこれもうね、模様も一切なし。ね、全てにおいて模様なし。なんでパン横になってんの？なんでパンキー、まだおかしいよね。空飛んでる。パンが基本的にああいう格好しないから。空飛んでる。パンになってるけど。あー、なるほど、なるほど。クオリティ高いの？それぞれの、己の個性が。ね、さすがが、ハクラ。どうします？なんかこう、
あれ、これってどうすんだっけ。ルール、あの、決着ほら公式。今ちょっとやばいと思ってるから、もう罰ゲームとか口に出せへんと思うで。これ確かあれですよね、ポイント制で。あ、そっかそっか、うん、タイムラインの皆さんに、うん、誰が一番下手かを。そうです。あ、下手かですよ。総合的に、総合的に全部ですね。そうですよ。皆さん、総合的に考えていただいて、誰の罰ゲームが見たいか。最後に選ばれた人は、ハゲさんみたい、はい、ハゲ面をかぶって、ハゲ面かぶって、いやいや、だってこれ安全圏だから、もうすでに。じゃあ何かしらちょっと、じゃあお得意なモノマネでも披露していただきましょうか。じゃあ罰ゲームとしてね、はい、あ、じゃあもう、皆さんタイムラインの方に、はい、ね、お願いします、ね、誰が一番下手かですよ、はい、下手かを書き込んで、だからハゲ面をかぶって波平のモノマネをする、うん、その時に何かのセリフがあった、ね、ありました。なかなかちょっとハードルが高い。それ波平じゃないんだっけ。波平、波平じゃない、波平じゃない、鼻もない。どうする、もう一個ぐらいサクッといく。もう一個じゃ簡単なやつ、ね、そうですね。じゃあ総合の評価にしようか。総合で、総合評価、うん、ウーパールーパー、ウーパールーパー、ルーパー、どんなやつか。ウーパールーパー、ウーパールーパー、ウーパールーパーで、あ、どんなやつかける気がする。どんなやつやっけ。ウーパールーパーを書いたつもりが襟巻きトカゲになるとか。あ、リアルでした。どうなんだろう。ウーパールーパー知らないよ。特徴的だから、ある特徴的な部分さえ書けば。いや、それを書き間違えると襟巻きトカゲになりそうだ。わかるでしょ。襟巻きトカゲ、そんな、あの、畳んでるところ。そう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 。ね、やっぱ普段書かないものを書いてもらう、うん、なんか違う、なんか違うな。こんな感じじゃなかった。なんか違う。あ、一票入りましたね。タカオアウトっていうのが一票。いや、もうまだ挽回を、まだ挽回を。もうダントツってきてるよ。え、これタカオ画伯もすごい。すごいはこれ一票になるの。え、うん、すごい。桃太郎の顔がきびだんごって確かじゃあウパルパ簡単なんで、あと30秒ぐらいにしましょうか。はい、うん、なんか違うものになっちゃった。違うものになっちゃったよ。なんか違うな。なんか長かったような気がするんだよ。なんか長かったと思うよ、普通に。なんかでも違う、なんか普通、あの、まあいいや。乗って、え、あ、間違えた。なんのアウト。アウト。あ、まだアウトやな、今の。こっち出そうとしたら。OK です。はい、はい、もうできた。はい。すごいリアルに回るか。今の見てた。めちゃめちゃリアル。じゃあさっきと同じ順でいきましょう。はい。じゃあどうぞ。はい、はい、私のウーパールーパーです。まだそのちょびちょびってしてる。ちょっと待って、ウーパールーパーってあのケツ穴ってた、まあ、魚みたいになってるけど。あれ、あんなやつなんだ。エビやエビやの想像してます。トカゲみたいな。トカゲにこれが、あれ、あ、トカゲにね、エラがある。なんか白いウーパールーパーっていうじゃないですか。あ、こんなこんな。あ、じゃあこっちだ。おお、その絵で止めといて。こっちこっち。その絵で止めといて。こんな。めっちゃ似てるもん。魚だよね、もうなんか。半魚、半魚、半魚ってほら。なんかちょっとアザラシみたいな、なんか。そうね、なんかほら。そんな貝割りそうだよ、もう。あー、ならんか、ほら。でも、両生類だからね。あー。おー。
お、じゃあ行きますね。手足尻尾だよね。なんか先っぽなんかあのなんかわかります、透明な薄い部分をちょっとイメージして。後付け後付け作戦。だってもう見て、ウパールウパール。ちょっと違った。ウパールウパール。すごいウパール。あ、間違いです。ウパールウパール。書いて噛んでたらもうあかんで。これもプレゼントになります。はい。続いてチョイパンダさんいいですか。せーの、ドン。違うね、これ表面から見たと思ってる。え、違いますか。めっちゃ足ありません。めっちゃある。めっちゃある。めっちゃある。クラゲみたい。昔の火星人だよ、それ。いや、でもイメージは、いや。あ、でもなんか目の感じはいいね。お、目が離れてんねや、なんか。確かに。正面から見るとね。すごいイメージか。でも大丈夫、俺も片目しか見えない。それ今ね、いいのがちょっと待って、俺その画像やねんで、俺その画像見せて。足はこう、足あー、それでそのイメージでした。なんかほら、黄色が横に見えるから。やった一番似てるかもしれない、顔的に。じゃあ僕行きましょうか。はい、行きますよ、せーの、ドン。怖いから。夢に出るから。これとほらもう。それがある意味宇宙人。怖いよ。こういう角度やなっていうのはもう。ちょっと待って、首があるんで、首細いんで怖いから。いや。怖い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 。夢に出る。違う生き物。ありがとうございます。ありがとうございます。結構。力作やと思うんですよ。リアルを追求してますからね。怖いよ。アホ言うて。じゃあいいですか、画伯。はい、画伯さん。私のウーパールーパーは、せーの、ドン。ちょっと待って。いい勝負してんだ。いい勝負してる。いい勝負しますね。やばいな。そこ斜め横から見たのと下から見たの。それはある。なんかめっちゃ笑ってるけどな。これすごい良い勝負しちゃったね。意思疎通したかのよ。私右で下から。いや、ちょっとやっぱりリアルを追求してますから私。基本はトカゲ描いてエラーつければ、ね、エラーここからなんか3、4本出しとけば。あ、それか、なんかそうそうそう、あれと襟巻きトカゲみたいな言ってたの。なんかあんねや、ここにな。エラエラエラさ、お客さんに見せます。俺がないだけで、もせっかく来てくださった。会場の皆さん、会場皆さんにこんな感じのウーパールーパー。ウーパールーパー。ウーパールーパー。決してウーパールーパーなの。1名だけウーパールーパー。こんな感じ。さあ、視聴者の皆さん、よろしいでしょうか。はい。もう、リフも私の力のほどは分かったかと。北野さん、真剣に書いてください。書いてます。マリパパさん、書いてるんです。ホラー言われてますよ。ホラー言われてます。何を宇宙人みたいに。俺のなんか批判から始めて、どんどんそれまた悪い方向ですよ。ちゃんと平等に判定してください。言うときますけど、 X ファイルって言われてる。宇宙人二人言われてる。判定は平等に。ほら、この辺だからもう全部表だからね。はい、ほんまに。ほら、今度からなんか誰が書いてあるか言わんと。1、2、3、4、5票も入って、これまだ俺っていうことじゃないもんね。宇宙人2人は両方に入ったの。入ってます。宇宙人2人ね。すごい安全圏ですね、ここ。逃げ切ってます。じゃあちょっとこの票は、さっき何票だったか。さっきはお、ほら、まあ数えて総合だよ、総合だよ。1、革新的で挑戦的で破壊的。3、あれもう数えてんの、そんな入ってんの。すごいですね。いや、キリンが3、いい勝負してるんだよ。いい勝負してます。キリンが3秒。じゃあこれは北野さんがもう、北野さん、うん、あ、3秒で4票。あ、じゃあで北野さんが1、2、3、4、あ、じゃあちょっともうあの、終わった。終わった。途中経過。総合で総合で会えばじゃん。総合はあれ優勝。もう決定。もう決定でいいですか。はい、決定でしょうか。でも時間もないし。じゃあどうする、あのどっちでも、うん、選ばしてあげるわ。ライブする前にもう済ましておきたい。
ライブしてからエンディングでやるか、エンディングでトライするか、エンディング、告知の時にトライするか、はい、もうそれはもう任せした。ああって言っちゃったよ。傷つくのはもう決まってることやから。傷つくのは極論傷つく。先にやっちゃうから、先にやっちゃいますか。先にやっちゃいましょう。じゃあ皆さんね、あ、どういう感じ、あの、先にタイトル言ってもらってって感じなのかな。これはモノマネですか。あ、モノマネじゃあ。どれでもいいです。はい、もうこれ波平のモノマネ。波平のモノマネ。別にもうお得意やから。お得意のやつを。18番。もうお得意の。これやったらサザエでも大丈夫ですよ。それもキリンのモノマネでしょ。船でも大丈夫。キリン。もしなんかあの振りが必要やったら彼女にほら。私に。言うてくれたらもう、あ、振りが必要や。振りって何ですか。なんかこんなこと言うてとか、それに乗っかってはいってものまねするっていうような。あ、OK です。いきます。何がありますか。どうしよう。サザエさんのあれですか。あ、じゃあなんかサザエさんの誰かを。誰いきます。サザエさんの誰いきます。無難なのにタラちゃんとかなんかイクラちゃんとか。アナゴさんぐらいいってみます。アナゴさんタラちゃんはな、まあ、タラちゃん、あの、たらいくらはなしにしてよ。いくらちゃんはなんかもう想像できちゃうから。マスオさんとか。マスオさんも分かりますね。だってアナゴさんといえばあの穴よっきでしょ。何は？あれ見たでしょ。アナゴさんやん。アナゴさんがこう、あの、何、あのバレエのこう格好してるの。してる？流れたよね。うせやん。知らん。じゃアナと雪の女王で、アナゴさん…替え歌なら知ってるんですけど。あ、替え歌なの。アナがアナゴさん。そう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 そ
どうしますか。まあいいや、それは置いといて。じゃあ波平さんが、おお来ました。波平さんがカツオを、うん、怒るところ？怒るところが一番。じゃあ、あのなんか無難のところ。カツオがなんか なんか一言欲しいね。じゃあカツオ役をやるわ。カツオ役。カツオ役。私もですか？ここは。カツオ？カツオってなんだ？カツオってなんだ？カツオがなんて言ういつも。なんて言いましたっけ？あ。それ終わったとこか。カツオなんて言うやろ。逆にすごい私の方が難しい。難しいとなるいや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 。いやもう高尾さん。うん？高尾さん？誰？名前何でしたっけ？高尾さん。来たね。まだまだ。ここは北野さんにカツオ。俺？ちゃうやん。やってやってんやから。まあでも、カツオなんでもいいや。お父さんごめんなさい、お父さんで呼ぶんやったっけ。そうそうそう、お父さん、じゃあお父さんごめんなさいっていうのに対して、やっぱりあのセリフですかね、カツオ怒るときは。そうですね、 OK です。カツオじゃなくてもいいですか。もう心の準備はいいですか。もうツーショット出来上がってますから、いいですか。はい、いきますよ。あ、カツオ来た。何も書いてないけど、いきますよ。すごい、なんだこの緊張は。いいですか。ですか。よーい、スタート。お父さんごめんなさい。カツオ、こら、待てえ、面白いか。あれ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 、ナムケさん、あれ違いましたっけ、違いましたっけ。バッカモン、バッカモンって言うんか。まさか、まさか追っかけてたら。もうね、だってナムケさんのお怒りと言うたら、バカモーンって言っても、その後に、カツオ待ってこない。大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。はい、もう痛い思いするのはこれぐらいにしときましょう。はい、ね、痛くなかったね。巻き添え食ってた。はい、どうしていいか。よし、じゃあ緊張してね、やることやりましたから、ライブ行きましょうか。はい、ちゃんと歌える人なんですよっていうのをちゃんと見せておきましょう。そうですね、ね、ふざけるばかりじゃないんですよって。じゃあどういう順でいきますか。できますか。先ほどはどの曲で。いや、どうでしたっけ、サルちゃんから2曲でしたっけ。そうですよ。はい、OK です。じゃあセッティングをお願いします。はい、行ってきます。逆じゃないじゃん。どうでしたかね、皆さんね、満足いただけましたでしょうか。ね、アーティストここまであんまりやらないですよ。なかなか珍しい。
なかなか全てのアートには精通してないってことですよね。ありがとうございます。バッカモンそうやね。やっぱバッカモンがもうなんか波江さんっていう感じになりますけども、今日は何でしょう、テーマって何かあったのかな。今日は何だっけ、11月11日ということで、角度は何だっけ、ポッキーとか。ああ、ポッキーの日、ポッキーの日、11日、11月11日、ポッキー&フリッツの日、またね、そういうのに踊らされるうちらね。それでここにお菓子がいっぱい。ああ、そうなんや。特にフリッツでとかではない。ただの静岡だったりのお土産だったりするだけなんですけど、ね、なんかお菓子は食べられますか。やっぱり好きなのかな、女性の方は。そうですね、そうでもないみたいな。おすすめのお菓子じゃあ1個みんなにおすすめのお菓子を教えてください。お菓子なんだ。でもどちらかというと甘いものよりはあの、うん、笹珍味系。甘いものより笹、あの、じゃがりことか、そういう系の方が多いからみたいな。じゃがりこも長いね。長いですね。あれもあれ何味が一番いいでしょうか。チーズがいいです。チーズ、じゃがりこのチーズ。ちなみに高尾さんは。私お菓子だと、お菓子は、お菓子あんま食べない。いや、食べる。アスリートだからさ、食べないよね。大体、え、大体全部食べる。大体なんか全部好き嫌いがないので、あったら食べるっていう。ちなみにおすすめ、最近のおすすめでもいいし。最近のおすすめはあのローソンストアで、うん、もっちりチーズコロッケっていうのが50円ぐらいで。お菓子、お菓子で。あ、お菓子じゃないですか。だからアスリートだから。アスリートだから、アスリートだから。すぐあの炭水化物系、日本とかあの練り物とか。ローソンのもちもちコロッケ、おすすめ。おすすめです。お菓子に、おやつに最適。おやつに最適。行ってみましょうか。はい、これ忘れた。あやかちゃんのこの引き笑いがね、あのなんだっけ、他のゲスト番組でもすぐ分かるよね。はい、あ、本当ですか。あやかちゃんの笑いだっていう。あー、なるほどね。あの、あー、引き笑いね。そうそうそう、特徴、特徴。あー、いいね。確かに、確かに。されてたんですよね、少し前なんか。セッティング OK ですか。はい。OK です。戻しました。それでは、セカンドシングル世界、そして、ファーストシングルありがとう、続けて聴いてください。誰も照らしてはいけないと、うち
こちない制服に身を包ませて歩いた桜道、今思い出せば懐かしくて、でもどこか寂しくて、言えましたね。グリーンのギター確かに珍しいですね。結構薄いんですよ、ね、オベーションって聞かれるんですけど違うんですみたいな、ね、経営ガレージか経営グランデかっていうなんかヤフオクでよく500円とかで見つけるはい、でも色がすごい綺麗でいいなと思って、ね、はい、そうなんで、ありがとうございます、ね。今日の、先ほども聞いてみましたが、お菓子なんですって、今日は。お菓子。ポッキーの日なんですって。あ、ですよね。はい、1111っていう。今日ね、すっごいいろんな日なんですよ。
あ、そうなの。いっぱい、いっぱいだけじゃないんや。なんか立ち飲みの日とか書いてある。え、立ち飲みって。あ、1111が人みたいな。みたいですね。はい、あ、面白い。そっちの方が面白いね。それしか私印象なくて。あ、もう立ち飲みに行かれる感じなんですか。行きたいですね。お姉ちゃん座ってんじゃん。座ってそうです、途中から。そっかそっか、立ち飲みの日ね。なるほどなるほど。ちょっとセッティングがもうすぐ行けちゃうかな。行けますよ。じゃあちょっと後ほどまた聞いてみましょうか。はい、では、綺麗に咲いてあなたを笑顔にしたい。たとえ一度きりでも儚く散ってそれでもいいの。少しでもあなたのそばにいたい。誰にでも何にでも限られた命がある。いつ終わりを迎えるかも知ることはできない。だから私は咲き誇るよ。力の限り咲いてみせるから、この姿を見ていてほしい。精一杯生きて生き抜いて、今のこの瞬間を大事にしたいの。生きて生きて、この姿をしっかり心に焼き付けてほしいの。与えられた命の中で自分次第だから、姿なく形なくても、せめてあなたの心の中でそっと咲き続けていたい。だからあなたも
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。では我々 MC も一曲ずつ出していただきますか。はい、セッティングを、はい、お願いします。はい、さあコメントプレゼントハッシュタグまだまだ募集しております。この後、ライブが終わった後に、抽選いたしますから今のうちです。ハッシュタグは多分下、あ、ここにありますね。ハッシュタグを読んでください。誰が誰が私、私じゃあ、チョメパンダさん呼んでください。読ませていただきます。はい、今週はゲストにパンダと猿を迎え MC 切りでお届けしつつ、桃太郎は来るのか来ないのか、一家、読み、あ、これだって読む、読み替えてお楽しみください。署名パンダか、サンデーライト、高尾彩か、北野よしのり、よしのりダンドリューで締めておりますので、ここまでお願いします。はい、このね、ダブル入れたら、残り文字数ゼロになった。いやそこまで、自分のアカウントの長さが、ね、きっちりね、あれじゃん。今日はそのプレゼントもありますからね、ぜひぜひご応募ください。お得ですよ、ぜひぜひね。すぐ行けちゃう感じですか。ダメだよ。おすすめのお菓子、今日お菓子の日やつ。あ、そっか。ちょっと おすすめのお菓子でも聞いとこうか。なんだっけ、田中お菓子って食べます。芋けんぴ。あー、渋い。芋けんぴ、芋けんぴ。あ、埼玉
あ、違ったっけ。本当に二十歳。二十歳です。二十歳です。あの素朴な感じの感じがいいんですよ。何年か前に二十歳だったのかっていう。何年前か、いつだろう。二回目の二十歳。今年になったばかりなんですけど。じゃあせんべい系の方が好きなのかな。スナック。あ、でもあのネギ味噌せんべいとか好きですね。全然違った。そうか、そういうお菓子よりせんべいの方が良かったんだ。あ、でもどっちも好きです。芋けんぴでございます。芋けんぴが好きですね。いい答えが出ました。光っときたら俺行ってみますか。はい、高尾さんお願いします。聞いてください、恋心。からなあ、込み上げる気持ち、ずっと抱きしめながら、明日も君を忘れられず、夢の中浮かべてる。手にしたいつほっとけなくて、駆け出した夜履き違えた靴、悩む背中にここにいるから、かっこいいこと言えないけど、僕は流れる込み上げる気持ち、ずっと抱きしめながら、もう少し二人だけの好きを包み込み、中身が出てました。中身は何ですか。ちょっ
ょっと1曲目の反省を生かしまして脱皮して脱皮させていただきましたが、また被らせていただきます。やってるうちに飲み込まれていくんですよね。完全に飲み込まれて、ね、中身出てるようなツイート。バレてたか、バレてたか。チョメパンダさんの好きなお菓子は何ですか？あれ聞きましたっけ？あ、パンダせんべい。パンダせんべいありますね。でも逆にあのパンダの形してるのって私的にはもうともぐい感がすごくしてしまって、その食べるのがもったいなくて。ちょっと、心苦しい。じゃあ、何人が、何の動物だったら大丈夫ですか？鹿せんべいとか。鹿せんべい。あれ、鹿食うやつあれ、鹿食うやつお腹を下す。鹿せんべいって、食べれるんですか？食べれるらしい、食べれるらしい。でも、まずいって。あ、まずい。じゃあ、いらないです。いやいや。鹿の角ってすごいモフモフしてるの知ってます？モフモフ？なんか毛がチュチュチュって生えてて、よく見るとすごいなんか毛をまとってるんですよ、角。そうなんです。アルパカみたいな。いや、なんか本当に薄い細い毛があるのチョ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 みたいな。え、何が？え、つかじゃなくて、鹿の角に毛生えてますよね。いや、わからない。え、知らないですか？そうやん。あれ生えてるんですよ。それが好物。鹿の角剥ぎ取ってお菓子を食べる。確か棒にはなるけどね。カーテン君が
風に締めてレールを外れたその姿に僕らを重ねた僕に選ばせた香水の匂いがもうあのクローゼットからも消えかかってる風が止んだ日からこの夕凪テレビは二人の未来だけ映らないままでまた暮れてく凪テレビは変わらず再放送ばっかり流れてるけど枝分かれた未来へと続いてく今をいつかは映すのかなですね、久々の夕凪。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それではライブこっち。はい。いっちゃいますか。はい。歌った順で、じゃあお猿って言ったらもう失礼ですね。お猿の定着。お猿からお願いします。はい。ですね。まず、まずは、じゃん。私、猿こと重ねは今年モンキーに見えちゃったよ猿にあー、人間ですタイトルがあ、タイトルモンキーに私かと思ったモーメントモンキーあの、ワンマンライブモンキーはい、ワンマンライブ今年の12月13日、土曜日に私が、初のワンマンライブをすることになりました。イエーイ。なんと、フルバンドで、今回やらせていただきます。そしてですね、まあ、モーメントってタイトル、意味は一瞬っていう、なんて言うんだろう、楽しい時間が本当にあっという間に終わってしまう、あれも終わりっていう風に思ってもらえるようなライブにしたいと思ってモーメントをつけました。でなんと100人限定で、チケットの方を売らせていただいております。カサネンでアメブロやると、だいたいアメブロだっけ、なんて言ったアメブロ、カサネンで調べますと、私のアメブロが出てきて、そこから予約ができるようにもなってます。カサネ、Facebook、Twitter ももろもろやってます。残りチケットがですね、まあ、44枚ということで、ちょっとここ気にしないでください残り44枚になってます。ぜひぜひ予約してください。そしてもう一個、今日11だから、あと3日後ですね。3日後ですよね、きっと。そうです、今日後期の日だね今週の金曜日だね。今週の金曜日に、渋谷ジージにてオープニングアクトを私がやります。ライブ、
15分と短いんですが、よかったら聴いてください。うん、あとは詳しくは重ねんアメブロでよろしくお願いします。はい、チェックお願いします。まずワンマンだね。ワンマンですね。ぜひぜひ。はい、お願いします。さあ、じゃあ一緒にパンダさん行きましょうか。ウパルパだ。ウパルパ上野公園で。ああ、ごめんなさい、すいません。上野動物園、上野動物園に会いに来て。上野動物園、あ、上野動物園も、ほら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 、お腹ひっそり。たまに目の前に出没するんだよね。でもあの、ガラス張りのパンダの下にこうやって座ってる。すごい。いやいや、ちゃんと鍵盤弾くらしいんで。人間の姿を借りつつ、ね、珍しいよね、上のでは鍵盤弾くパンダ。もうそうですね、私はすごい人が集まってきて、ね、そうだね、タツレスターパンダとか生えたみたいに弾き語るパンダ。あ、今度からサブタイトル弾き語るパンダ。サブタイトル番組でさらっと決められる。弾き語るパンダ。あ、ごめんなさい。はい、あ、次回のライブです。うん、11月23日の日曜日、明治神宮前とか渋谷が、最寄り駅になって、まあ、ひまわり広場で手をつなごうさんというライブハウスです。ライブハウスなの？はい、そう、すごい素敵な名前ですよね。オープン18時、スタート18時半となっております。ご予約受け付けておりますのでよろしくお願いします。というのとですね、チョメパンダも実はですね、ね、ちょっと先ではあるんですけれども、うん、来年なんですけれども、来年のですね、そう、4月3日の金曜日、チョメパンダ初の、うん、ワンマンライブさせていただきます。こちら、なんで金曜日かっていうと、そう、お誕生日となっております。チョメパンダのお誕生日ワンマンライブ。手ぶらで来るなよ、俺。笹持ってこいで。笹を来ていただけることが、ね、すごいですよ、もうライブハウスの前、笹いっぱい持ってたから。ワンマンライブ笹で花を願い事かけちゃうと。会場が下北沢のシードシップさんというグランドピアノの、すごくね、素敵なこの日の構成はあります。フルバンドで動物がいっぱい出てくる。いや、もうこの日は全部バンドかもしれない。もうグランドピアノ弾き語りをメインとして、本当に本当ですね、自分の今できる精一杯の力を出したいなという感謝の気持ちを伝えたくてという、ライブとなっております。まだね、ほんと来年なんですけど、うん、皆さんの頭の記憶の片隅の隅の隅にでも、まずは今日は入れといていただいて、遠い遠いいただけたと思います。すいません。詳しい情報なんかはこちらで検索しましょう。Twitter やアメブロやってますんで、ひらがなでチョメパンダと検索していただけたら出るかと思いますので、よろしくお願いします。はい、私はですね、皆さんにワンマンライブと言っているんですけど、私はワンマンライブをこの間、終了しましてですね、はい、まず先にですね、10月25日に、大カメラループさんでワンマンライブをやったんですけども、その時にですね、セカンドシングルをリコ初ワンマンライブにして、セカンドシングルの合言葉という CD を発売しました。イエイ。というわけで、こちらの、そうです、ありがとうございます。今回は自分のちゃんと写真がね、真正面ではないんですけれども、ちゃんと載っております。この話はいいよ。あ、本当ですか。ありがとうございます。こちらのね、写真付き の, あのジャケットの CD を発売しました。今ちなみに BGM だけ流れてます。お、あ、ありがとうございます。これだよ。さっきもね、歌っていた曲、合言葉と、そして恋心も入っております。こちらですね、そしてこちら、あ、音が鳴った。iTunes、そしてレコチョク配信、そして Amazon でも今回のこちらの CD は、はい、発売をしておりますので、もしよければですね、CD 持ってない方でもぜひ、もう1枚、はい、iTunes に。またね、英語がちょっとあれなんですけど、チュースチュースで、iTunes で勝手にいただけたらと思って、こちらも3曲入り線で発売しておりますので、もしよかったらよろしくお願いします。iTunes で買った。
チューンズでお願いします。チューンズ、チューンズね。iTunes って買えないよってみんな、はい、iTunes クレームが来る。iTunes チューンズ、チューン、チューンズ、チューンズでお願いします。そして、メガネカは11月はですね、1本だけライブがありまして、こちらですね、高尾彩香と翔也という男の子の、はい、アーティストがいまして、こちらの2人で企画ライブをやります。高田のババライブカフェモノさん、ちょっとね、ちっちゃいカフェなんですけれども、カフェというか、まあ、ライブハウスなんですけれど、こちらの方で、ライブをやりまして、なぜだか私だけ女子っていう、あとみんな男の子っていう。珍しいライブなんですけれども、もしよければあのぜひ、こちらの方ですね、オープンが6時半それ今日遅れてたタイミングが、まさか、はい、最近まさかそんな振りが来るとは思わないさっき離れてたから、離れてたからね。じゃあ11月26日がですね、こちらいい風呂の日ということで、うん、タイトルを書くの忘れちゃったんですけど、風呂っていう、今入浴券がセットになるってこと、いい銭湯の入浴券のセットになる、入浴券は使わないんですけど、もしかしたら入浴剤みたいなのがつくかもしれないですね。で、まあ、あのグッドフローって、グッドにフローが流れるっていう意味で、うん、グッドフロー、はい、グッドフロー、ああなるほどね、フロー、フローで、じゃあもう打ち上げはみんなでね、はい、スーパー銭湯でも私だけ完璧にあれですよね、孤立しますよね、金越しに行きゃみんなでビッグボックスに行きゃいいんで、そのまま、あ、ビッグボックス行けばいいんですかね、はい、ということで、はい、やるので、もしよければ11月はこの1本になります、うん、そしてでですね、高尾彩香カラオケの鉄人でですね、うん、ファーストシングルのシャボン玉配信中でございますので、もしよければ、はい、これはね、はい、西山さん、曲歌うと入るかな、あ、歌もってことですか、誰かが歌うとチャリンって入るわ、残念ながら入らないのです、入らないので、あの、そういうのを考えずに楽しんでやってください。キーもね、変えられる、カラオケだったら変えられるので、男性の方もキーに合わせて、ね、はい、歌いますので、あれ、あれでしょ、なんかカラオケ行ってこの曲の子知ってんだよって自慢すりゃいい、あ、そうです、そうです、あの、いいね、宣伝していただけたら、はい、ぜひぜひぜひ歌ってください、はい、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。じゃあ番組告知もいっちゃいますか、そのまんま、はい、あ、この人カンペがね、あ、カンペを見てない体で読んでください。いや、カメラ目線ではい、いきますクラブパルフェジアは毎週火曜夜8時から西武新宿線イオニ駅南口徒歩すぐの中華料理屋さんチャイナスクエアにて配信しております。イエス、観覧無料、無料、無料、ワンドリンク500円です。何回、うん、火曜の夜はみんなで楽しい夜を過ごしましょう。あ、よくできましたよくそんなアドリブが効きましたね素晴らしい趣味だわ、ね、素晴らしい、一点をグロッシュしてましたけど、ね、素晴らしい、アスリートだからね、アスリートですからね、もちもちコロッケですからね、もちもちそのあたりを、じゃあ、あたりいきますか、応募応募完了、抽選に参りたいと思います、おアナログな感じですか、ここにハッシュタグ書いてくれた人の名前が書かれた紙が書いてます、これを単純に1名様だけ引こうということでございます、1名様だけです、今もうごちゃごちゃしてますが、これはもう絶対にあれはなし、あれはなしです、外れなし、あ、違う全員当たったら困る、責任取らないよ、卑怯なことはなしですよ、はい、もうしっかりまたりました、はい、誰に引いてもらいましょうか、本日は行きましょうか、2人とも初登場なのかな、うん、そうですね、じゃあどうしよう、じゃあじゃんけんしていただいていいですか、はい、さあ勝負、じゃんけんぽい、あ、じゃあパンダさんいいですか、あ、確かでは、あー、責任重大だ、責任重大、誰が当たるかな、お前の声だ、今日結構多いですからね、ドルル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 ル
お、トッシーさんです。トッシーさんです。おめでとうございます。トゥルーカラーズアルバムと、うん、トゥルーカラーズのアルバム、はい、そしてクラブパルフェジアのステッカー、ステッカー、松沢春菜さんのサイン入りのステッカー、うん、ステッカー、そして片桐さんのインチキマンション、インチキマンション、はい、CD が2枚もつく、はい、そして最後撮る集合写真にサインを添えてと、あと今日書いたですね、お絵描きの方も画伯の、こちらの画伯、画伯、はい、記念に撮っといて捨てないでくださいね。そうです。はい、で絵の方も、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。お送りしたいと思います。おめでとうございます。はい、これ何も当たらないんですが、今日見てくれた方全員の名前が書かれた紙が入っております。これはもうゲストさんと、はい、もうゲスト MC で皆さんこうやってこう開いてですね、はい、みーさんありがとうございます。ありがとうございます。どん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 やってください。ズンジさんありがとうございます。ズンジャーさんありがとうございます。おめでとうございます。トラちゃんさん、どうも。みゆんぼさん、ありがとうございます。あ、そうかな。ゆきさん、ありがとうございます。ゆきさん、ありがとうございます。ミスターホット、あつし、おばか、わら。ミスターホット、あつし、おばか、わらさん、ありがとうございます。藤丸さん、ありがとうございます。おやかじめんです。ありがとうございます。風人、風人、ありがとうございます。シミさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ヒロさん、ありがとうございます。ヒロさん、ありがとうございます。萌えちゃんさん、萌えちゃん、どうもありがとうございます。ミールさん、ありがとうございます。ミールさん、鹿児島さん、ありがとうございます。コーヒー、ニックさん、ありがとうございます。コーヒーさん、来てくださいます。ムーゾの王さん、ありがとうございます。ムーゾの王さん、ありがとうございます。まだある？あと、とりあえずさっき呼んじゃおうか。あ、ちょっと待ってください。はい、どうぞ。うまきちさん、ありがとうございます。うまマスクさん、ありがとうございます。マスクさん、ありがとうございます。サイヤさん、ありがとうございます。ワリコトさん、ありがとうございます。ワリコトさん、ありがとうございます。ルフェジア、ありがとうございます。スレイヤさん、ありがとうございます。お、まちゃんさん、ありがとうございます。まだ、まだあった。マッキーさん、ありがとうございます。マッキーさん、よしみつさん、あーいいね、いいね、そんなんいいね、そんなんいいね、どうぞどうぞどうぞ、よしみつさん、ありがとうございます。ねぱんのさん、ありがとうございます。博士太郎さん、ありがとうございます。ねこ、ねこる声、ねこる声さんかな、はい、ありがとうございます。ささねさん、ありがとうございます。ささねさん、オッケーですか。オッケーです。さあ、たくさんの方が見てくれましたけどもね、はい、見てくれた方にちょっと一言ずつメッセージの方、私か、はい、どうも、今日は見てくださってありがとうございます。まだまだ放送してるとのことなので、ぜひぜひまた見てください。ありがとうございます。ちょっと待って、はい、本日は、初出場させていただきまして、ありがとうございました。すごくあっという間で楽しい時間で、はい、またです。また嬉しいなと思いつつ、はい、皆さん今日はありがとうございました。さあ、どうでしたか。今日は動物園らしく、わちゃわちゃとできて、わちゃわちゃしちゃいましたね。いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ来週はどんな感じだろう。はい、ゲストさんはどちら様でございますか。来週のゲストがですね、アイラさん、そして、はい、今泉セリナさん、今泉セリナさんですね。はい、そして MC は、はい、第3火曜日担当鈴木ゆりえさんがお送りします。すごいね。はい、わかりました。はい、来週はそういう感じでお送りしたいと思います。はい、また8時からというね。はい、じゃあ忘れ物ないですかね。ないです。ないですね。はい、じゃあ最後はもう、はい、いきますか。はい、今日のポーズでお別れをしたいと思います。はい、右手が棒、ピ、はい、右手棒、左手がピー、ちょっと待って、左手で、左手でピーするの。左手でできるんだったら右手入れたいよ。ピー、ピー、カシャーン。あ、ピーじゃない、丸を作ります。
して、向こうから見て、はい、私は今週もありがとうございました、来週もというので、その後に続いて、クラブパルフェジア、あと、クラブパルフェジアという、その手を前に、はい、出してください。はい。大丈夫ですかね。はい。はい。大丈夫ですかね。はい。はい、それでは、今週もありがとうございました。来週もクラブパルフェジア、はい、ありがとうございます。笑いたいとき笑う、笑いたいように笑う、そんな単純なことなのにも簡単じゃない。真っ暗な部屋について電気の代わりにパソコンをつけろ。火曜日の夜、クラブパルヘジア、クラブパルヘジア、笑顔を見つけよう、オリジナルの笑顔、ハンドメイドしてくれ、クラブパルヘジア、クラブパルヘジア、オリジナルの笑顔、僕だけの笑顔見つけよう、見つけよう、見つけよう、見つけよう。